郊外ケカビは、節合金門節合金郊ケカビ目に属するカビの一群である。熱帯を中心に分布し、十数種が記載されている。日本で最もよく見かけるのは c 級カルバトラムである。このカビは、よくウリ科やアオイ科の植物の花や若い果実についているのが見られる。夏にカボチャやキュウリ、あるいは不要やオクラの花が枯れてしおれたものを見ると、 その表面に一面にカビが生えているのを見ることができる。個々の胞子の柄が見えて、光を反射して、キラキラしていれば、多分このカビである。この状態では単胞姿勢小胞子脳をつけている。カボチャの花に生える郊外毛カビ名称は、郊外毛カビを意味しており、蒸気の単胞姿勢小胞子脳をつけた菌糸を髪を整えるのに用いたヘラである郊外。 特にその中でも女性が結発に刺して送信具としても用いた装飾性の高いものに例えたものである。通販、無性生殖器官このカビは複数の無性生殖器官を形成する点にも特徴がある。消耗子のしおれた鼻の上でよく見かけるのは小胞子脳である。単胞子の消耗子脳なので、かつては分生子とされた。 消耗しの柄は分子せずに、気質から上に伸びる。柄は透明で、硬く、光が当たると虹色に輝く。先端はやや膨らみ、不明瞭ないただ機能となる。いただきの上からはさらに小さな、いただ機能が数個出て、その表面に、多数の消耗し能を生じる。消耗し能は、成熟すればその基部で離脱し、そのまま散布される。 c 級カルバトラムの小胞子脳は、楕円型で、胞子表面に、長軸方向の筋模様が見える。小胞子脳から胞子が放出されることはなく、そのまま発芽する。また、大型の胞子脳を形成する場合もある。胞子脳柄は分子せず、先端近くであや,や巻き込むような形になる。胞子脳は、休憩で、褐色である。胞子脳壁は丈夫で、 胞子を放出するときも溶けることはなく、縦に二つに割れる。胞子の、胞子の壁が二列して、胞子界がはみ出ている胞子の胞子は楕円型で、褐色を帯びる。胞子の表面には、長軸方向に、縦線が多数走っている。また、両端からは細い針状の突起が多数出ている。これらの無症生殖器官のどれを形成するかは、周囲の環境によって決定される。 大きい方子脳は高温多湿の条件で形成されると言われ、この菌のついた花をシャーレなどで、質質培養すると、大きい方子脳を形成し始めることがある。有性生殖は自家不和合性であるので、公的な株同士が接触した時にのみ形成される。公的な株の菌子が互いに接触すると、そこから配偶子脳が形成され、その先端が接触すると、 そこに接合法指脳が作られる。接合法指脳は、やっとこに挟まれたような形になる。接合法指脳は、黒か色で、休憩をしており、その外壁は滑らかである。高等植物の上で発見されることが多いが、周囲の土壌からもよく分離される。植物体の上では、しおれた花の上でよく見かけるほか、傷んだ果実などにも出現する。また、 各種野菜の公害系カビ病の病原体となることも知られている。そのような場合、生きた組織をも攻撃するので条件的寄生菌とも言える。培養する場合には通常の培地でよく成長する。ただし、放射形成はあまり良くない。なお、低温には弱く温度が一桁台になると死滅する。カビの培養株を保存する場合、低温で保存するのが通例であるが、 この菌の場合には、常温で培養、植え継ぎをしなければならない。低温に弱いのは、この菌が元来は熱帯性のものであるからであろう。日本などの温帯では、陶器は土壌中の接合方式の形で過ごすものと考えられる。郊外系カビ族には、熱帯を中心に十数種の記載種があるが、それぞれの種が独立のものであるかどうかには疑問があり、 実際の種類数は諸説がある。ベニーは2種のみを認めている。多くの点で独特の特徴を持っていることから、郊外ケカビ化として独立させることが多い。禁煙の属族としては、ブラケスレア、ポイトレジア、ジルベルテラの3つがある。そのうち、全2つは、無性生殖、有性生殖ともに、郊外ケカビに極めて似ている。ただし、 これらの属の独立を認めるかどうかについても議論があり、かつてはすべてコアノフェラにまとめたこともある。また、ジルベルテラは、大型の放射脳を形成し、その形や放射脳放射の形質がよく似ており、かつてはこのトガに所属させたが、接合放射脳の形質が結果微的で、このトガのものとは異質であるとして分けられることが多くなった。しかし、分子系統の上からは、 むしろ両者の禁煙性が確認され、この動画に戻った形になっている。ベニー・ハット・ホフマンへとる P71。ありがとうございます。